動画始めてみました。リュウジのバズ飯。はい、どうも料理の兄さんリュウジです。イエーイ。見てる、みんな見てる。多分この動画今が一番テンション高かったです、はい、テレ朝 YouTube チャンネルに殴り込みをかけました、はい、僕もチャンネルも一応持ってるんですけども、今回は、ね、テレ朝さんのね、YouTube チャンネル出させていただけるっていうことでですね、待ってろよお腹空かせてやるからなお腹空かせてやるからな今回作るのはなんだっけ今回作るのはサラダチキンのオーロラチリグラタンっていうですね、はい、あのまあグラタンとは言ってもですね、ものすごい簡単なんですよ。これ器もいらないんですよこれ、はい、今からね、このね、このねサラダチキン、このサラダチキンに魔法をかけてグラタンにしていきます、はい、このテンションずっと続けられるから待ってろよ、お腹空かせてやるからなじゃあですね、まあ、さっき器使わないって言ったじゃないですか。何を使うかというと、こちらです。アルミホイル、はい、アルミホイルをこうやってこれかな、これぐらい取りますね。もうここで調理しちゃう。なぜかというと洗い物が面倒くさいからです、はい、洗い物したくないですよね皆さん。洗い物したいですか？したくないですよね。なのでアルミホイルを使いましょう、はい、でこっちですね、はい、よく言われる今回主役のですねサラダチキンでございます、はい、こちらをですねこうやってね、こうやってこう裂いていくんですよ。面倒くさいポイントね、ここさえクリアすれば超簡単ですからね。なるべくちぎってね、やってください。でここに調味料ですね、はい、マヨネーズです。大さじ1半ですねこれね。マヨネーズがねいい味出すんですよこれが。であとねケチャップ、ケチャップね小さじ1半ですね。これでねオーロラソースのグラタンになります、はい、だからねホワイトソースいらないんですよ。簡単でしょ。ほら混ぜます、こんな感じでね、まあ、割と混ざってれば大丈夫ですからね。割と混ざってればね。ここにホットソースです。はい、ホットソース1、2、3、4滴。はい、辛いのが好きな方はもっとね、入れていただいても全然平気です。胡椒ね、黒胡椒、もう塩胡椒です。少々振りかけてください。はい、あらかた混ざったらですよ。ここでね、このねアルミホイルの器をね変形させるんです。これをグラタン皿にしちゃうんですよ。はい、こんな感じね、こんな感じ。工作をしていきますね、はい、作って遊ぼう的な本当だ、料理とかね。そうそうそう、アウトドア料理とかもうあの全然飲んでないですから僕ね、はい、ちょっとね滑舌が最近悪くなってきて、はい、あのアウトドア料理もいけます、はい、ね、こんな感じですよ、はい、こうやって出してやったらね、ここにですね溶けるチーズ30g から 40g、はい、これお好みで、はい、たっぷりがいい方は40とか入れてください。こいつを、ね、オーブン、まあオーブンでもいいしオーブントースターでもいいんですけども、うん、大体ね、うーん、10分から15分ぐらい、まあ、焦げ目ついたら食べれますからね、これね、はい、うちの、グリルだと大体ね15分ぐらいかな、はい。いい感じの焦げ目ついてますよこれね、はい、でここにですね追いブラックペッパー、彩りにパセリを振ったら、サラダチキンのオーロラチルグラタンの完成でございます。はい、それではですねめちゃめちゃ美味しそうに、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。器がアルミホイルってこのままね捨てられますしね。超うまいっすね。ケチャップとマヨネーズと、ホッ
トソースで、あえてあるんですけども、食べた感覚めちゃめちゃグラタンなんですよね。これがめちゃめちゃうまいです。チキンがめっちゃ柔らかいです。本当にね、グラタンになってます。これ豪華な感じがしますね。これ、合わせるんだったらいるかな。これはね、非常にね、美味しいので、しかも簡単で洗い物もほとんどないです。はい、ですのでですね、ぜひやってもらいたいです。